はい、皆さんこんにちは。さあ、今日のコーヒータイムの振り返り放送とさせていただきたいんですが、ちょっと鼻がかゆいので書かせていただきます鼻がかゆかった。皆さんご覧いただきありがとうございました。ツーショットが楽しめる、いないじゃないか。ここに今日は檜山さや様がお座りでございます。今ツインで放送していると思いますのでね、こんにちはと、クロストークからご覧いただいている花ポリ花ポリね、まああのちゃんとしたライブではね花ポリなんてできないですけど、振り返りだからちょっとね花ポリ花ポリさやっち立ってますね。今日はあの久しぶりのクロストークをしました。あの私たちデビューしてからずっと1年ぐらいかな、あの同じくお昼の番組で担当していたので、もうしょっちゅうクロストークをしていたんですけれど、いつからかね朝と夜で離れてしまったので、あのクロストークっていうのが結構貴重な、私たちにとっても貴重な時間で、貴重な時間ですね。そうそう、シフト見たらね明日もクロストークなのかな。はい、明日もらしいんです。で皆さんにちょっと聞きたいんですけれど、どんなことを話してほしいですかクロストークってなると、いや私結構クロストークの内容選びがちょっと下手なのかもしれない。なんかねその日の内容にこう関連した話題を振っているんですけど、この人と同じようにやればいいの。やってますやってます。なんか何聞けばいいんだろうなって、好きなように話してって言ったらもう話止まんなくなるから、はい、明日は何話そうかな。なんか今ね、まあ、呪術廻戦のお話もしましたけれども、スシロー行った時の話、あのお天気カメラにスシローって映るじゃないですか。スシローとかモトビーとかね、さんとか、あのあたりにあの私たち最近お散歩していて巡ろうっていう話になったんですよ天亀散歩ならぬ天亀から見えるところリアル散歩でスシロー行ってきましたね。皆さんの今日のランチは何でしたか、何を召し上がりましたかね。そうなので次回はあの元日に行ってみようっていう元日に行ってきます。元日なんかさ、あの元日って言うとあの石川さん思い出すよねって話してたんですよ。なんか話によるとあのね石川さん、あの元日さんっていうね焼肉屋さんに行かれていたということで、そうそうそう、まあそんなお話をしながら次回は焼肉に行ってきますあとどこあるかな石川さんて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 ん、元日からライブ中継それはね許可取らないといけなくなっちゃうからね。石川さんお元気ですか石川さんあ、盛り上がってますね。あちらの方で盛り上がってます。気になる。何で盛り上がってるんですか、今。クイズ。あの、今日のアフタヌーンのスタッフさん結構あの、意地悪をするとき意地悪しますからね。さやち外しました。お、リアル中継ありがとうございます。後ろで爆笑。なんで笑ってるのかな。あ、なんかちゃんとねスタンバってますね、うん、おさやさん連勝ならず。そうなんだ、明日私アフタヌーンなのでちょっと今日のね参考にしながら頑張りたいと思います。ちなみに今日何だったんですかねワード。お、来た来た来たさやちゃんさやちゃんさやちゃんかわいいこっちに手振ってくれました見てください、こっちに手振ってくれましたよ。随分とサービスショット多めですね。ありがとうございます。かわいいですね手振ってくれましたよ。こんなことないですよね、サービスショット。そっか、ちょうどっていうワードだったんですね。それは難しいですねうん、かわいいんですよ。さて、まあね、そんなお話をしていきましたけれども、まあ、このショットも珍しい。木田さんの解説が始まりました。ここからはね、真面目モード。お、結構はい、はい、何、気温見てください気温、はい、気温で、気温で、気温で気温見たいです木田さんと話したこと、ご挨拶はしました。まだあの番組で
ご一緒はしてません。え、聞こえますか木田さんの声。こんくらい私の声がうるさいのかな。すごい。はい、そうそうそう、もうね、木田さんの解説、あ、聞こえてるんだ。そうですよね、本当に分かりやすくて、いや、気温の話ですね。今あのリポートで北海道、今日北見を、あ、私も声張らなきゃ。今日あの北海道北見のリポートを選びましたけれども、あの、北海道今日気温が上がりましたね。 9% 網走 9%。 今日気持ちのいい暑さとなっているんですけれども、そうですね、あ、皆さん聞こえてるんですね、木田さんの声が。さあ、ということで、まあ、今日北海道がね、あの昨日に比べて気温ぐっと上がっているということで、体調にもお気をつけください。いや、あのこっちから聞こえてきて喋ってっていう形なんですけれども、たくさんねコメントありがとうございます。こういう振り返り、私ね、あの本当雑談しかしないんですけれど、本当すいません。こっちはね、こっちは真面目モードで、こっちはおふざけで、瞑想に満喫できました。おかげさまでですね、あの心も体も元気に復活してまいりました。はい、よし、私も負けないぞ、本戦に負けないぞ。この後何食べるの？この後はマックでも行こうかな。タツタ、あれ食べなきゃ、あの信玄餅パイ、信玄餅パイは今日食べます。はい、タツタマックはまあここ数日以内に食べます。はい、食べます、信玄餅。さあ、ということで、はい、お送りしましたけれども、あ、さっきね、あのさやちゃんとツーショットを撮れたんですよ。後でねアップをしたいと思いますので、こんな感じで、じゃーん、じゃーん。後でね、そう、まあ私の宝物がまた増えちゃった、楽しみにしてます。こちらこそね、ありがとうございます。というわけで、今日はね、あの今日も話がどちらかっちゃいましたけれども、皆さんご参加ありがとうございました。それでは皆さん、この後もですね、あのウェザーニュースライブの方ご覧いただければと思います。それではバイバーイ。